はいどうも、アキです。プロスピエースやっていきます。はい、ついに来ましたね。ダルビッシュ有と上原浩二のワールドスター選手が S ランクで追加されました。はい、でこのワールドスター選手がね、本当にまあ基本的にメジャーに行った選手たちなので、非常に能力が高くなっております。ただ今までというか普段だと A ランクまでしかいなくてですね、まあ、スピリッツも低いっていうところでね、デメリットがあったんですが、その期間限定で追加されるこの S ランクのやつは普通にスピリッツもありますし、まあ、もちろん S ランクということで能力もさらに上がっているということなんで、超絶狙いどころだと思います。でまあ僕、そうですね、上原にしてもダルビッシュにしても S ランクで出れば必ずもうスタメンに入ってくるので、てかまあダルビッシュなんてエースですよね。ちょっとここは割とね、回数引いてもいいかなって思うんですけど、まあとりあえず10連しましょうか。はい、後日また引くかもしれないんですが、まあとりあえず10連していきましょう。で今回からですね、で 50% の確率で S が出た場合、この2人が出る、どっちかが出るって感じですね。はい、で今回からまあ初回10連良くなったなって思うのが、 S ランク限界突破コーチがねついてくるようになったんで、これいいでしょう。はい、限界突破必ずできるということでね、1選手につき5回までできるのかな、まあ、今後こういうのが毎回ついてくれば、本当全選手限界突破するってことが可能になってくると思うので、本当にリアルに極み、上限突破5回、限界突破5回、特訓レベル10っていうのがね、今後、可能になってくるなって思いました。ということで10連引いていきましょう。どっちかというとダルビッシュの方が欲しいかなというところでございます。いきましょう。さあお願い。さあまだまだこっからあるんでね、ちょ演出僕見ないでいきます。なんかもうここで僕いつも反応しちゃうんで、ちょっと演出見ません。ちょっと目つぶりますね。はい、どれくらいで目開けたらいいんだろう。音聞こえてないから目の開けどころがわからん。そろそろいいか。よっさ、あ、けどそっか、これ今僕は見てなかったんですけど、皆さん見えてるから一緒ですよね。ただまあ演出知らない方もいらっしゃるかもしれないんで、はい、さあこれは自分がこうやってやった方が楽しめるんでね。さあ A は出たよ、三島。はい、あーまあね、なかなかそんな当たるところではないと思うんですけど、結構ここが引き時なのかなと思うんですよね僕。まあ、ということで最後にね、柳田をそうですね、あれしましょうか。柳田今プラスいくつぐらいだっけ。柳田は限界突破は1回できていますね。あ、そっか、ここでアイテムから先にもらわないといけないんですね。はい、アイテムで柳田のあれを、あれ、あ、こっちか、なるほど、いただきましょう。おそらく A ランクもできるんでしょうね。まあただしっかりね S ランクの選手に使ってあげましょうね、もったいないので。はい、というわけで、ベスト9の柳田はもう絶対もうここ何年もね、これ以上の選手はなかなか出てこないでしょう。限界突破していきましょう。 OK で、限界突破コーチがいいのが本当にコインがね、0コインでできるんで、そこもありがたいですね。限界突破 OK。 はい、というわけでまあ外れてもね、それなりの良さがあるのかなと個人的には思いました。まあ今後毎回こんな感じでおまけとしてこれついてきてくれたらね、嬉しいなと思います。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方ぜひぜひお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。